職業釣り師の小沼雅也です。今回のシーバス塾は魚がいるレンジの見つけ方の授業です。流れの速いレンジを見つけろ。レンジの刻み方と魚の層を見つける方法なんですけど、シーバスはね、流れにつく魚なんで、流れの一番速いレンジを見つけることが重要になってきます。図を描いてみたんですけど、魚がいる層だけ流れが速いってことで、流れのマーク3本にして、次に速いとこ2本で、流れが取れるとこ1本にしてるんですけど、この3本流れのところにシーバスが回遊してきているというのを想定でやります。まずルアー投げます。カウントダウン、秒数を数えて、カウント10でボトムにルアーが着定しました。ボトムからルアーを回収するまでのハンドル回転数が50回転でルアーを回収することができました。その途中のハンドル回転が35から40回転、ルアーの振動が強くなります。ここが肝です。ここが流れが強いと発見することができました。シーバスは中層ぐらいのところにいるってことが推測できます。次にやることは、投げてカウント5ぐらいまでルアーを沈めてから一定に巻いてきたら、ちょうどシーバスが回遊している強い流れのところをトレースできるんで、シーバスのいる場所を狙うことができます。もう一つポイントがあるんですけど、シーバスは基本的に自分の目線より上にいるベイトフィッシュを襲う習性があるので、この下の層は捨てて、シーバスがいる層より上のレンジを探っていただければ、シーバスは釣りやすくなると思います。皆さん、魚のレンジを探るためには、ボトムまでのカウントダウンとピックアップまでのハンドル回転数は必ず数えるようにしましょう。シーバスのいるレンジを見つけることができれば、より効率よくシーバスが釣れるようになると思います。ぜひ実践してみてください。ご視聴ありがとうございました。いいね、コメントよろしくお願いします。今後の動画の参考にさせていただきます。覚えたことは1週間で 75% 忘れてしまうそうです。この動画が勉強になった方は繰り返し見てください。動画の復習や新作動画を見逃さないためにも、チャンネル登録よろしくお願いします。